ルなね、さえちゃんがね、ベンチに乗ると、超かわいいんですよ。こんにー。チルチル。少量 BL レビューサイト、チルチル記者のほぐしみと、綱吉です。本日紹介する作品はこちら。三山かおる子先生のパーフェクトアディクションイでエーイ。ーす。これはですね、は私い。ちょっともう表紙買いをしてしまいまして はい、こっちのちょっと髪の色が薄い、薄めの方が受けの子なんですけど、の美女がちょっともう刺さりすぎて あ、単純に顔が好みと。あ、もうなんかもう好きだって気がついたらレジにいました。うわー、でも私この背面の方ですか、黒髪の方の髪型めっちゃ好みです。個人的にちょっと私これ試し読みでしか読んだことないので、ちょっと紹介楽しみにしてます。あ、わかりました。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、こちらの作品のあらすじ紹介なんですけれど も、この、髪色が黒い方がですね、セメの明人くんで、すごいやりちんで、面食いの大学生です。ああ、そうきたか。大学でもいつもこうなんか女をはべらしてる感じ。常に囲まれててね、明人って言って絡まああ、れなてるるタイほど。プの陽キャな感じの男の子。陽キャっすね。めっちゃ陽キャで、なんでこっちのその対してこっちの池のさえくんはすごいこう美人で、澄ました感じなんですよ。だからすごいそのなんか明人みたいなのをなんかこうちょっと軽蔑っていうか、なんかまああ、なたるほうるど。せえやつみたいな目を向けてるような感じの。じゃあなんか交わるはずのない2人みたいな感じですそうなんです。すれね。違うたんびにすごいそのさえくんがいつも明人のことを睨んでるから、明人はなんかもう気に食わなくてしょうがないわけですよね、さえくんのこで、なんとかが。お互いがお互いのことをね、ちょっと遠ざけてる感じもしますけど。そうなんですよ。なんですけど、2人ちょっと同じサークルに入っておりまあ、しそうて、なんだ。そう、それでなんか飲み会で合コンの時に一緒になってしまうんですよね。そうしたら、この明人が狙ってた女の子が、そのサイくんの方に、すごいこうなんか、お熱で、サイくんと一緒にこうお持ち帰りじゃないけど、っていう展開になるんですよ。でも、もうなんかイライラして、やってらんねえみたいになって、そうですよね。むしゃくしゃしてたら、ところで、なんかその女の子と出てったはずのサイくんが、なんかホテル街でなんかちょっと男の人となんか言い合いっていうか、なんかごたごたしてるところに出会うわけですお、女の子と一緒じゃなかったんですね。で、なんか実はそのサイ君はゲイで、なんかちょっと女の子じゃん、性的しかそっちじゃないみたいな感じだったんですよね。で、まあ助けてあげて一緒にホテルに入ったところでそれを聞いたんですけど、で、なんか、ふーんみたいな感じで聞くわけですよね。でも助けてくれてありがとう。じゃあ僕はこれです。 いや、待って待って待ってみたいそうなりますよね。な まあそれでいろいろそこから話をしていくんですけど、まあ結構その明人くんぐいぐい聞いてくるの、あんまデリカシーなさめてないけど、結構踏み込んでいろいろ聞いていって、どうやらサイくんがちょっと不感症だってことをなんか聞き出すんですよ。すごいな、すごいトーク能力。で、なんかそのサイくんもなんかクールでツンツンしてるように見えて、そのなんか案外ちょっと素直でなんか隙があるっていうか、そんな明人にそんなことポロって言っちゃうし、確かに。でもなんか言われてみたらそうなのかもみたいになって。なんか見た目より、その聞いてたよりももうちょっと可愛げがある感じもすごいしそうなんますですね。よ。でね、なんかもう、で、じゃあなんか試してみるかってなって、ちょうどホテルだ試してみるか。し。そしたらめちゃめちゃ感じちゃったっていう。じゃあ、そのたまたまの出来事だったけど、相性が抜群だったみたいな。なんかそのサイ君の方も、なんかめっちゃ良かったけど、どうしようみたいもうな。困惑ですよね。そう、で、明人みたいなのは絶対好きになっちゃいけないしって思って、そうですそよう思ってるの、うわーみたいな感じで、なんかどうしようどうしようってなって、だん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 2人の距離が縮まっていくという。わー、なんかすごい急転直下の出来事からどうなっていくのかみたいな。そうなんですよ。この帯にある通り、本気の恋ならこいつは地雷ってね、そんなね、遊び人にやっぱ恋はしたくないじゃないですか、勝率が低そうだから。そうっすよね。そうなだんけかでど。も笑っちゃうぐらいうまくいってほしいんですけど、すごい。もう絶対どうにかなってほしい。そう、でもその明人くんの方もなんかその結構そのサイくんの顔可愛いとか、まあそういう感じで結構その興味津々でどん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 こう近ああ、なづいるてくほるんど。ですもうスよターね。トラインがそうなのか。そう、最初こそまあそういう感じで顔可愛いから始まったけど、まあ徐々にね、精神的な距離も詰まってきますあので、らあら。はい、ちょっとそういうところも楽しみにこう読んでいただければなと思います。はい、こちらの作品の一押しシーンなんですけれども、ちょっと私これ一つに絞れなくて、一つに絞れなくて、おお、
どこかと言いますと、はい、エッチシーン全部ですありなんすかそれは全部良くて、そのこのクールなねサイちゃんがね、エッチに乗ると超可愛いんですよ、ギャップがやばくて、もう本当もう見てほしい、本当にすごいんです、もう本当に選べなかったです、どうもなんか、結構その2人やっぱ体の感覚始まってるから、はいはいはい、そういうシーンは多いんですけど、全部良くて、じゃあその1回きとかじゃなくても複数回、そう複数回が全部いいと最初抜群だからやる、そのそういう感じになるたびにもうトロットロなんですよ、うん、絶対かそうで、タイガーももうなんか感じてめちゃめちゃ喘ぎまくってる顔も本当にもう全部可愛いです、うんうんうん、うわ全部可愛いです、2回言いました大事なのでなんかきっとその受けの可愛さもあって攻めの方の気持ちも動いていくんでしょうし、なんか回数重ねるごとに2人の変化とかもちょっと見たいですね、そうそうそうですね、エッチの時のね変化もありますし、まあ、その同じエッチはないでしょうし名言出ましたそうで、やっぱりその普段結構ツンツンしてるように見えて、そのエッチの時はもうね、うんうん、素直でねどん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 可愛くなってしまう、ね、あーやっぱギャップですよ、普段とのギャップ、最高です本当に。であと結構このサンちゃんの方が、うんうんうん、シンプルで上品めの服を着てて、はいはいはい、なんかこう一人称も僕って感じでこう済ました感じなんですよね、もう本当にそんな感じなの、そんな子がそういうなんかシンプルなねちょっとタートルネック黒のタートルネックとかを着ながらめちゃめちゃ乱れてるのとかも背徳的でいいなと、確かに確かに思いましたね、そう入れるはずのない2つのものがなんか一緒にあるといいってなっちゃいますもんね、なんかそうなんですよ、なんかゾクゾクしちゃうすごいなんか欲望に忠実に語ってくれたからめっちゃ伝わりましたで、なんかちなみに今その選べないって言った中でも一番好きな私のあのさゆちゃんのコマが、3話のちょっとホテルでやってる時に、はいはい、あの攻めの明人くんアングルでこう上から見た感じのちょっとこうなんか頭のこうなんですかね、丸っとした感じとかもこう見下ろせるようなアングルから見たさゆちゃんがすごい可愛いので、みんな見てくださいお願いします、切実なお願い本当に見てください、めちゃめちゃ可愛いんです全部、わあなんか全部いいって言ってただけで特にそこって言うんだったらもうなおさら説得力ありますねそうです、もうそれもう選びたかったんですけど、まあ、唯一もう本当に一番ってならそこかなと思いますはい、最後にこちらの作品のまとめです。はい、作品トーンはですね、まあ光かなと、まあでも、そうですね、結構モダモダなところもあったりするので、はいはい、まあ、このぐらいかなと思います。でエチドはまあ4ですねあの本当にちょっと熱弁してしまいましたけどぜひあのご確認いただけてればと思います、はい、で、まあ、こんな方におすすめってところで、あのクーデレ美人受けギャップ萌えが好きな方し、あと結構その王道ビールな感じもするかなと思ったので、あの王道展開が好きな方もぜひ読んで、うわいいですね、キュンキュンしてくださいいやなんかそういう2人の出会いも、うん、なんか最初はあんま仲良くないところからみたいなのもいいですし、なんかきっと物語冒頭と最後の方でだいぶ2人の関係のギャップがあると思うので、そうなんですよ、いやなんかそこをな、王道っちゃ王道かもしれないけど、それが好きなんですよ、結局みんな好きだから絶対好きだから本当に読んでくださいなんか読み終わったってめっちゃ幸せになりそうですね、はい、あそうですね、もうなんかすごいキュンキュンしました、よかったです。はい、ということで本日は三山薫子先生のパーフェクトアディクションを紹介させていただきました、こちらの作品を紹介しておりますチルチルの作品ページも、概要欄に貼っておりますのでぜひチェックしてみてください。それではバイチルー。